桜とお母さんの思い出。ねえみんな、知ってる？何？どうしたの？なおこちゃん。あの林にね、出たんだって、また。でね、夕方になるとそのお化けよく出るらしいんだけど、うん、人によって見たものが全部違うらしいの。違うって？一緒に見てもね、ある人には耳のとんがったお化け、ある人には一つ目の人玉、またある人には口が裂けてて大きい牙のあるお化けに見えるんだって。お化けとか苦手ですもんね。うん、怖いんだもん。始まるよ。あ、続きは後で。なんで来なきゃいけないの？何言うてんねん。クローカードの仕業やったらなんとかせえな。カードキャプターがこんなもんでビビってどないするんや。そうですわ、さくらちゃん。ご町内の平和を守るカードキャプター、素敵ですわ。でも、本当に幽霊だったらどうしよう。そん時はそん時や。心配すんな、わいがついとる。そんな。大丈夫。頑張りましょう、さくらちゃん。逃がしたらあかん。おうんや、さくら。そんな、怖いよ。しっかりせえ。もしクローカードやったら、騒ぎが大きくなる前に捕まえんと。でも…このままでは見失ってしまいますわ。ずいぶん奥まで来ちゃったよ。夕方のはずですのに、まるで夜のように真っ暗ですわ。こりゃ早いとこ見つけんと動きが取れんようになるな。急ぐんや、さくら。待ちなさい！さくら！どこ行ったんだろう？なんや、さくら、急に強気になったな。さっきまではビクビクしとったのに。って、幽霊じゃないって分かったし、それに、お母さんに化けるなんて許せないもん。もう、先ほどは本当に危なかったですわ。さくらちゃん、気をつけてくださいね。そうやで、さくら。わいもさくらに怪我させたりするんは嫌やからな。
およちゃん、ケロちゃん、うん。お母さん、さくらちゃんのお母さん、写真と同じや。お母さん、本当にお母さんなの？どうしてここにいるの？お母さん寂しいの？私に一緒にいてほしいの？待って、行かないでお母さん。さくらが、そっち行ったら。桜、お母さん、待って、お母さん、お願い、行かないで、お母さん。桜、お母さんが桜危ない目に遭わせる思うんか。目覚まずんや桜、それはちゃう、お母さんちゃうで。桜ちゃん、お母さんはこんなことしない、そんなことしない。あなたはお母さんじゃない、誰なの？その模様に見覚えあるで、やっぱり黒カードや。感じのあるべき姿に戻れ、黒カード。イリュージョンのカードや。イリュージョンは人が見たいと思ってるもんを捨てるカード。せやから人によって見えるもんが違うのが普通なんやが、でも友よにも同じもんが見えたり、ワイが弾き飛ばされたりしたのも、さくらのお母さんの気持ちがそれだけ強かったいうことやろ。お母さん、ここに一人ぼっちじゃなくて、たら嬉しいけど、でも空の綺麗なところにいてくれた方がもっと嬉しいもん。さくらこんなに頑張ったんや、お母さん安心してはるて。あちゃん、ちょっとだけ心配やったかもしれんけどな。日曜なのに制服は？クラブだもん。小兵浜、あ、お誕生日おめでとう、お母さん大好きだよ。それじゃ行ってきます。今回はちょっとだけ心配だから来たの。でも、もう大丈夫ね。幽霊が出たと直子ちゃんが教えてくれました。怖いです。でもクローカードかもしれないから、ケロちゃんが確かめに行こうって。ほえー、でもでも、なぜかお母さんが現れて。結局それはイリュージョンのカードの仕業で、お母さんではありませんでした。よかったです。お母さん、寂しいところで一人ぼっちじゃなくて本当に良かったです。